はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメント、チャンネル登録や高評価が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回は青函で使える関数電卓便利機能の紹介です。青函に携わっている皆さんはかなりの人が関数電卓を使っていると思います。皆さんが使っている関数電卓はなかなかの高機能なんです。足し算、引き算などの計算をしているだけなんてもったいない。使えるメモリー機能を知らない人が意外と多いと思うので、この動画で紹介します。メモリー機能といっても M プラスや M マイナスボタンは使いません。自分があまり必要としていないからです。今回ぜひ紹介する機能を使って楽に仕事をしましょう。それでは行ってみよう。今回使用する関数電卓ですが、私のチャンネルではおなじみのカシオ FX の 290A を使います。とても使いやすく安価なおすすめの関数電卓です。概要欄にリンクを貼ってますので、気になる方は見てください。他のメーカーの関数電卓でもほぼ使い方は同じだと思います。若干違うボタン表記だったりすることもありますが、機能としては同じ機能が必ずあるので、それぞれの説明書を参考にしてください。はい、メモリの説明の前に液晶部分のコントラストを調整できることを知っていますか？表示を濃くしたり薄くしたりできます。モードボタンを数回押します。するとコントと出てきますので、2を押して選択します。すると十字ボタンの左右で液晶画面の濃淡を設定できます。意外と知らない人がいると思いますので、自分の見やすい濃度に調整してみてください。では話を戻します。まずはアンサーボタンの紹介です。これがアンサーボタンです。イコールを押すと答えが出てきますが、その答えがこのボタンに自動的にメモリーされます。使い方としてはこんな感じです。 125×5 はこの625が今アンサーに入っています。なので 2500÷ アンサーは4となります。今4がアンサーに入っています。100足すアンサーは104となります。今104がアンサーに入っているので、これに16を足すと120となります。タップ溶接のマーキング位置の計算など、どんどん加算していくときなどはイコールボタンを押すたびにアンサーボタンに記憶されるので便利です。例としてタップ溶接のマーキングを計算してみます。最初に 80mm 溶接して100/50のタップを計算してみます。80イコールで80がアンサーに入りました。アンサー足す50イコールイコールで、どんどん50が足されていく数字が出てきます。等分の計算をしてみます。1500÷6、1500の6等分ですね。その一つが250なので、アンサーに250を足していくと6等分の数字がどんどん加算されていくということになります。このように上手にアンサーボタンを使いましょう。次に紹介する機能が STO ボタンと RCL ボタンを使う最も覚えてほしい使えるメモリー機能です。アンサーボタンなどは電源を切るとリセットされますが、これから紹介するメモリー機能は電源を切っても残っています。これが非常に便利なんです。使い方は無限大なので覚えてください。ちなみに STO は値をメモリーするストア、
蓄積という意味です。 RCL は値を呼び出す、リコール、回復という意味です。ここでシフトボタンについて確認しておきます。シフトを押すと画面左上に S と表示されて、各ボタンの上に書いてあるシフトボタンと同じ色のボタンに機能が切り替わります。また RCL ボタンを押すと画面左上に RCL と表示されます。 STO はシフトボタンを押した後 RCL ボタンを押すことで画面左上に STO と表示されます。メモリー機能に話を戻します。この関数電卓には ABCDEFXYM の9つのメモリーする場所があります。この赤色の字で書いてあるボタンです。このメモリーの使い方や数などは関数電卓の機種によって様々だと思いますが、ほぼ使い方は同じだと思うので試してみてください。まず適当な数16という数字をメモリー A に入れてみましょう。押すボタンの順番は16、シフト、RCL、マイナスです。シフトを押しているので RCL を押していますが STO を押したということです。マイナスを押しているのは赤い A を選択しています。では16が A にメモリーされているのかを確認します。 RCL マイナスと押すと16と表示されました。今からはシフト RCL は STO のことなので紛らわしいためシフト STO とします。マイナスボタンも A としますし、括弧ボタンは X とします。同じように B に数字をメモリーしてみます。90+45イコールシフト STOB と押します。この操作で 90+45 の答えが B にメモリーされました。確認してみます。 RCLB です。135と表示されています。また違う数字を X にメモリーしてみます。1000かけるシフト π イコール、この値が直径 1000mm の円周です。この値を X にメモリーします。シフト STOX と押します。確認します。 RCLX で先ほどの答えが X に入っていますね。このように9つのメモリーに数字を入れて記憶することができます。この記憶された数字は電源を切っても記憶されているので、時間を空けて計算し直す時でもまたメモリーを呼び出すことができます。便利じゃないですか。では私がよく使うメモリーの使い方を例として挙げてみます。直径 1000mm のタンクの135度の円周と225度の円周を計算してみます。1000かけるシフト π イコール円周が出ました。この値を360で割ります。アンサー割る360イコール、これで一度の周長が出ました。この値を A にメモリーします。アンサーシフト STOA、 A を135かけます。135かける RCLA イコール、これで135度の周長が出ました。次に225度の周長を計算します。225かける RCLA、 これで225度の周長が計算できました。
はい、今回の動画はどうでしたか？自由に書くメモリに数字を入れておけば、計算結果を石室なんかで上腕に書いておくこともなくなりますよね。せっかく持っている関数電卓なので、便利な機能を効率よく使ってタンクなど作りまくってください。この動画に関すること以外でもいいので、質問等ありましたらコメントしていただければと思います。ではチャンネル登録、高評価よろしく。